さあ、それでは続きやっていこうと思います。パテ、ベーシックパテですね。いや、ここがね、別パーツ化されていて、このウィングのこの部分ですね、見るとちょっとわかるんですけど、ちょっとカメラ映るかな、こんな感じでちょっとね、別パーツ化されてて、この段がね、気になるなと思って、まあいろんなパテがありますけど、まあ、今回これで頑張ってみようかなと。使えるかな、まだ、まあ、ちょっと段をね、消すぐらいなんで、まだこれからいろいろね、消していく、これから消していく、よくわからんな、まあやっていってって感じか。でまあ、こんな感じでちょっと肉もして、これ痩せるんで、しっかり乾燥してからねやっていくようにして。でしかもこのベーシックパテ非常に削りやすいんでね、まあ言ってみれば、パテじゃないパテだから、これはあれですよ、溶きパテみたいな感じかな、のちょっと濃いやつみたいなさ、まあ、こんな感じでちょっと肉盛りをしてあげて、痩せても大丈夫なようにね。まあもちろんね、たくさん盛れば盛った分乾燥に時間がかかると思うんですけれど、まあしっかり乾いてから次の工程をねやるようにしていけばいいかなと思って。まあ撮影はだからね、おっとカメラ触っちゃった、こんなか、あ、またカメラ触っちゃった。まあ、見ての通りね、奥張ったところにやってるんで、非常にやりづらい、取りづらいんで、こういう取りやすいパテの方が作業性がいいかなと思ってね、これにしました。いつものね合わせ目消しイージーサンディングでやればいいじゃんとか思ったんですけど、ちょっとねこの具合が分からなくて、こっちにしました。本当はね、イージングサンディングがいいんだけど、イージーサンディングの場合はあくまでこのこういう風に合わせるだけで、こうちょっとズレが少し出たりすると、結構それを鳴らすのはね、やっぱりこういったパテの方がやりやすいっていうのがあるんで。今カメラ映ってるね、この裏面だけなので、こう肉盛りして撮ってあげようかな。こっちにはねまた別パーツが来るんでね、まあ、とりあえずはこんなもんかな。ちょっとね、見た感じすごいモリモリな感じだけど、ちょっと僕もねあんまり使い慣れてないっていうところがあるんで、また後で巣が出てきちゃうこともあるかなって。巣ってね、いわゆる空気の穴みたいなね、ポツっていうのは、まあ、だけど肉盛り、パテ盛りをするわけじゃないんで、モリモリにするわけじゃないんで、まあこれで十分じゃないかなって思います。でまあでも多少肉盛りをしておかないと、肉痩せするんでね、これでしっかり乾燥させてあげましょう。ということでこんな感じですね。ではね、しっかり乾燥させてあげたいので一旦カメラを止めさせてもらいます。こんなもんでいいかな、よしよしよし、こんなもんでいこう、よし。では一旦カメラ止めますね。さあ、それでは続きをやっていきますか。乾いたと思うのでペーパーでこすっていこうと思います。とりあえず終わった、カメラさすが当たった。800番で落としていくんですけど、結構固まらせたんだよね。時間を 1日近く放置して、まあ、これでペーパーで地道にこすっていってって感じなんだけど、もっと粗いやつでも600番でもいいぐらいかな。800番だとちょっと取れが悪いかもしんない。うん、最悪カッターである程度取ってもいいかな。あんまりねやりすぎるとめくれちゃったりするんで、ある程度落とすんですよね、これでね。めくれちゃうんだよな、カッターだとな、よくないな。あ、600番いくか。まあこの辺の落とし方はね、人それぞれやり方があるんでね、何が一番いいかは分かんないんですけど、まあ、ちょっとトレが甘すぎると思ったら番手ね粗くしてみたいな、
感じにしてやっていけば。ただ意外とねこれ奥まで乾いてないことが多いんだよね。だから休み休みやった方がいいような気もしないこともない。黄色い普通のねパテとかだとねしっかり硬化するんで、あっちの方が作業的にはいいけど、こう肉盛りっていうかこう薄くつけるのって結構あれやりにくいんだよね。そのやりにくいのはね鍋さんが下手くそなだけなのかもしんないけど、でこれである程度ね落としておいて、あとでサフ拭いてちゃんと取れたかどうかね、全面的に取れてるかどうかとかそういうのを慣らしていってあげた方がいいので、今のこの時点では大まかに取るよという感じですね。ヤスリでやってみようかな。ヤスリだとな目が詰まるだけだからな。やめた。あんまりさ粗いペーパーでやりすぎても今度傷がついちゃうんで、で細かすぎると取れないしみたいな、なかなかめんどくさいとこなんだよね。イージーサンディングでやっとけばよかったじゃんって、まあ、言われちゃいそうなんだけど、まあそうなんだよね。イージーサンディングだとやっぱりちょっとこう全体的な馴染みでピンポイントな段を消すぐらいだったらできるんだけど、結構ねここの板のパーツが薄くてやりづらいんですよ、その辺がね。まあちょっとこれもね時間のかかる工程なんで飛ばしますか。まあ、とりあえずこんな感じでガシャ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 と、一応今こう粉で出てるってことは落ちてるっていうことだからね、400番でやってもいいかな。だけどあんまりやりすぎたな傷になるしな。まあでもまだこれから黒さ吹いてね歪み取ったりどうのこうのとか言って言ってやっていくと、まあ別にちょうどいいのかもしれないんだけど、なんせこの奥まったところ指が入るか入らないかぐらいだからやりづらいわ。でこれ取ったらサフ吹くんだけど、ある程度しっかりね、さっき言ったみたいに芯まで乾いてないっていうことがあったりするから、よくまたね取ってからもね1日ぐらい乾燥させてあげるといいかなと思います、肉痩せを防ぐためにね。だから肉痩せするかもしれないっていうことを考えて前もってちょっと粗取りでやめておくっていうのも手かなって思います。今現時点でこんな感じ。まだね全然ボコ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 してる。ここに今白いラインがこう見えてるよっていう、ここの間ね、グレーとパーツの部分のこの間の白って、これの白の部分だけ段差ができてるっていうことだから、まあ地道にこうやってカシャ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 やって取っていってあげましょう、ね、目がすぐ詰まる、こうキラキラしてるのがわかるかな、ほらこれ詰まってんだよね、独特な匂い、あんまりこの匂い好きじゃないな。塗料とどう違うだっていう感じだけど、匂いね違うんですよ、なんかやっぱりこれはこれで独特な匂いがする。よし、ではねまたちょっと一旦カメラ止めさせてもらって、ある程度取れたらサフ吹いてきますんで、それからもう一回仕上げていきましょう。その後はね水を使って慣らしていってあげた方がいいかなと思います。よし、ということでちょっとね時間かかるんで一旦カメラ止めさせてもらいます。さあそれでは続けていきましょう。サフをね吹いてきてこんな感じっすね。だいぶ良くはなってきたんですけど、これで1枚ねめくってあげることによってなんだろう、こうねパテもしっかり取れて、合わせ目が
合わせ目の部分とかね、段の部分がしっかり取れて綺麗になりますよという感じですね。だからこれで要はね、こう1枚取った時と取ってさらな状態になるよと、こうね、まっ平らっていうのとちょっと違うな。だからこれでまだサフが残っているうちはまだそこに段がありますよっていうような合図になりますんで、今こうやってみるとわかるんですけど、ここがまだちょっとこう黒く残ってるうちはここまだへこんでるっていうことになるんでね、これが取れるまでこう磨いてあげるとよろしいという感じですね。これ動画だとねサクサクやってるように見えるんですけど、実際はねめちゃめちゃ日にちかかってる、あの時間がかかってるんじゃなくて日にちがかかってるもん。要はねパテがしっかり硬化しないといけないから、でパテを最初に森にたくさん持っちゃったから、ああ見えてもパテのね種類にもよるんですよね。結構こうさ空気乾燥っていうとちょっと違うのかもしれないけど、2液混ぜてやる、2液っていうかね、いつものああいう普通のさ、ああいう漏れるようなパテだったりするとね、化学反応で固まるんでいいんですけど、こう空気でこう固まってくようなああいうねタイプのやつは乾きがね、乾きじゃないな、硬化が遅いんで時間がすごいかかるんですよね。その代わり手軽だっていうのもあるしみたいな。で、あの昔使ってたグリーンパテね、あれ固まっちゃってたんだよね。ずいぶん使ってなかったからグリーンパテの方がね硬化が早くていいんだけど、あれは別にその2つ混ぜるタイプじゃなかったんでね。ちょっとこれもね、あの見ての通りお見せすると長くなっちゃうんで、こんな感じで撮りますよと、イカを説明だけして一旦ではちょっとこれ今見こね、これからこうやって磨いていくんで、これちなみに800番ね、この時点であんまり荒いのでやっちゃうと傷な、そのヤスリのペーパーの傷が残っちゃうんでね。でこれで1枚落としたら、まあ具合を見てだな、もう一回ねサフ吹い、ここだけサフ吹いてでやるかみたいな、なんかいろいろ考えないとな。まあちょっと一旦これでゴシゴシ磨くんでカメラ止めますね。よしという感じで1枚ね当てて綺麗にしたので、まあこう見えてね結構こう綺麗なんですよ。ちょっとこの辺がね黒く残ってるけど、まあこの辺はまた関係ないところなんで、この辺ね割と綺麗にできたな、よかった。これで多分サフ吹いて、まあもう1枚あのよくあるじゃないですか、1枚黒を落とすような作業をやればもう完璧じゃないかな。よかった、綺麗にできて。まあという感じでね、これで合わせ目消しができましたので、まあいつもと違うね、まあ最初の方にもあのちょっと説明しました、こうパチッとくっつけてムニュってなってみたいなさ、ガンプラとかでよくあるような合わせ目消しとはまたちょっと違う、段差を消すぐらいの程度のやつっていう感じですね。こっちの方がまあでもイージーサンディングとどっちがやりやすいのっていう感じはするんですけれど、まあちょっとこうね見ての通りこの少し幅広な感じ、少しねこうああいう普通の合わせ目消しだとここをさ埋めるだけの、あれはあくまでこっちとこっちの高さが同じっていうようなね話で前提になってくるんで、これの場合だとこの薄い板をこう乗っけるだけなんで、どうしてもこう段が少しあるような感じになっちゃったね。その段をちょっとこうなんだろうな、ごまかすように緩やかにしてあげるような時にはこういう方がいいんじゃないかなと思います。まあ、だけどねナビさんねパテそんなに得意じゃないんで、皆さんの方はねうまいと思うんでね、もっとねナビさんこういうのあるよっていうのがねあると思うんですよやっぱり。だからまたまたまね今家にあったのはね、あのベーシックパテがあったのでそれでやったような感じですね。
これでねちゃんとこうトランクがこうさくっついた時にこうパカーンって開けた時にさここにねしっかりこの字がこう出てきちゃうっていうとさかっこ悪いからさ、そう、それをごまかすために今回こういったことをしました。うん、よしよし OK だ。ではねもう一回サフをチャーッと吹いちゃって、今度はねこういったねバリとかをね、あと合わせを確認をちゃんとやっていこうかなと思います。ということで今回はまあ段消し、なんと言いましょうか、まあ、ちょっとこうね緩やかにする工程でございました。ではまた。